ウミイグアナは、ユーロコモクイ,ングイグアナカウミグアナ属に分類される、トカゲ。本種のみで、ウミイグアナ属を構成する。エクアドル固有種全長120から150センチメートル。東道長35から55センチメートル。頭部や頸部は太くて短い。頭部背面は、コブ状に隆起する。頸部背面には12から20枚の四条ウロコが、 縦紙状に並び、胴体背面から尾の先端にかけても、頸部ほど大型ではないもののクレストが並ぶ。尾は、川平田市東道町の1.5倍に達する。これにより、海中で大きな推進力を得ることができる。体色は、緑がかった肺褐色で、気温が高いと、明色、気温が低いと暗色になる傾向がある。 暗い退職は体温を上げるのに役立ったり、周囲の岩礁に似た保護色になると考えられている。目と尾行の間に体内に溜まった塩分を排出する線を持つ。獅子や指跡は頑丈で、指跡には長く鋭い爪が生える。これにより、海底の岩に爪を引っ掛けることで体を固定し、早い海流内でも採食を行うことができる。イグアナ家内では、 リクイグアナ族に禁煙と考えられている。七種に分かれる。以下の分類、分布 IUCN およびザレプタイルデータベースに和名は戦国に従う。岩礁海岸に生息する。ガラパゴス諸島周辺の海域は寒流で海水温が低いため海から上がると日光浴をして体温を上げる。体温が上がりすぎると岩陰や木陰に避難する。 死死を胴体にくっつけて、多く練らせて泳ぐ。危険を感じると鼻孔に溜まった塩分を吹きつけて、威嚇する。主に海藻を食べる。カニやアシカの糞、多肉植物を食べることもある。トカゲ類では本種のみ海中に潜水しながら、採食を行う。海中の岩に付着した海藻を潜水しながら食べる。羊体やメスは、サセや干潮時の長寒体で採食を行うことが、 多い。捕食者として、ガラバゴスのすりや、幼体では、岩かもめが挙げられる。繁殖形態は乱生。1から2月に、オス同士で縄張りをめぐって、頭部を押し付け合い儀式的に争う。1から4月に、砂地に穴を掘って、1回に1から6個の卵を産む。愛好会時代には、食用とされたこともあった。食用の乱獲により、生息数は激減した。 ガラパゴス諸島は国立公園に指定されて生息数が増加したため絶滅の危険性は低いと考えられている。一方で分布が限定的で人為的に移入された動物エルニーニョや石油流出による大量死が懸念されている。ありがとうございます。